今日は桐壺の帝即位の日でございます。即位の儀式に参列する公卿たちの御所への参内が始まっています。今大臣は御所の門の一つである公卿門で牛の引く車牛車からお降りになり、8人の随人に守られながら、帝が普段おいでになる清涼殿の西側にある高涼殿という建物へと向かってまいります。やーおーという随人の先払いの声が聞こえてきました。大臣をお迎えするために4人の束帯を着た殿上人が出てまいりました。随人とは、身分の高い人を守る武官のことです。この随人は、要人の警護のために天皇から賜る人々でした。その当時、大臣及び近衛の大将は8人の随人を、大納言は6人の随人を天皇から賜りました。随人は藍で染めた花だ色の勝ち絵の上着に白い袴をつけ、細絵の冠に追いかけという宝当てをつけています。背中には矢を持ったエビラを背負い、右手には弓を持ち、腰には虎の皮の太刀をつけています。花だ色の勝ち絵には獅子の丸紋と熊の丸紋の大きな文様がついています。大臣の左を守る随人は獅子の丸、右を守る随人は熊の丸です。丸い形を盤というところから、丸い大きな文様のついた随人の勝ち絵は盤絵の方とも呼ばれます。大臣は冠をかぶり、紫色の上着に平尾という美しい帯で、オウムの文様で飾った細い太刀をつけています。右手には衣儀を整えるために笏を持ち、懐には多刀という紙とヒノキでできた檜扇を入れます。白い裾を後ろに長く引き、足には蚊の靴という深靴を履いています。この姿は美しい飾りのついた革の帯で衣服を整えることから束帯と呼ばれます。上着の紫の色は西暦701年に定められた大宝律令の衣服令では、位が1位から3位の人の上着の色で、1位の人は濃き紫を、
2位と3位の人は浅紫を用いました。大臣の後ろの赤い上着を着た人は5位の殿上人です。殿上人とは中流の貴族にあたりますが、召使いの役を務めています。殿上人の下重ねの裾は背中で革の帯の上手という部分の輪にかけています。この二人の武官は四位と五位の位です。四位の武官は黒い上着を着ています。襟を巻いた冠に追いかけという頬当てをつけ、蹴ってきという脇が開いている頬を着て、その上に金色に輝く蛍光という鎧をつけています。背中には矢を持った平柳をつけ、右手に弓を持ち、平尾という帯で太刀を下げ、足には蚊の靴という深靴を履いています。赤い血滴砲を着た武官は5位です。物の具は鎧をつけていないことを除いて4位の武官と同様ですが、上着の色が身分の違いを表しています。
三代下大臣は高陵殿の鬼の間で即位式に参列するために来福にお召し替えになり、殿上人らと共に長橋を通って内裏の中央にある儀式場の紫宸殿へと向かっておいでになります。大臣はいろいろな玉の飾りと金の飾りのついた来冠という冠をつけ、紫色の大袖を小袖の上に重ね、右の腰の前にはいろいろな玉と金の金物で飾った玉杯という細長い鳴り物を下げ、左の腰の前には幅広の絹で作った寿という帯を下げています。左の腰の脇には平尾で宝石を散りばめた太刀を下げ、右の手には象牙でできた笏を持っています。この大臣の服装を来服と呼び、大宝律令の衣服令に定められた第一の礼装で、江戸時代最後の孝明天皇即位礼まで約1200年にわたって用いられるのです。殿上人たちが後ろに長く引いている裾を挙または尻と呼びます。元は側体の上着である頬の下に重ねる下重ねの背中の裾が長くなったものです。そして身分の高いものほど長いので、大変壮麗な雰囲気を感じさせますが、同時にその取り扱いに困難を生ずることになりますので、このように地に引くのが本意ですが、馬に乗るときなど石の飾りのついた帯の上手にかけたり、また特に長い挙のとき太刀にかけたりいたします。Thank you.
尿語、行為、あまたさぶらいたまいける中に、意図やんごとなき際にはあらぬが、すぐれてときめきたもうありけり。きりつぼの帝は、尿語、行為が大勢お仕えしていた中で、やがて身分はさほど高くはなかったけれど、一人の女性を格別にご寵愛されるのでした。そして、先の世にも、おおんちぎりやかかりけん、世になく、清らなる玉のおのこみこさえ、生まれたまいぬ。ここは桐壺の行為の里でございます。若宮の誕生を祝って帝から若宮の守り刀となる御はかしと産着の細長を賜ります。そのお使いの伝承人が到着しました。屋敷に仕える少女、目のわらわが応対に出てまいりました。今、伝承人は赤字錦式の袋から取り出した帝の宣旨を読み上げています。このお使いの伝承人を宣旨の使いと言います。真っ白な十二一重を着ている人は、
切り壺の行為のお産に直に奉仕する人です。殿上人から守り刀を受け取っている目のわらわは、古黄色の長袴に白い上の袴を重ね、一重の上に紅梅色のあこめという打ち木を三枚重ねて、その上に風見という上着を着ています。風見というのは女の子の礼装でした。殿上人たちの先払いの装束は形見代わりの水管です。水管はもともと布を糊で張らずに水でさらし、日光に当てて乾燥させたので水管の名で呼ばれますが、この先払いのように絹で仕立てたものでも水管と呼び、襟を紐で留めるのを特徴とするようになりました。平安時代の子供の誕生は真っ白な産屋でした。部屋の調度品はすべて白い色に統一され、またお産をする人もこれに奉仕する人々も皆真っ白な服を身にまといました。そうして新生児の誕生から一定の期間が過ぎると、徐々に色のあるものを身につけ始めます。これを色直しと呼びました。切り壺の帝は
若宮が参内なさり、おそばでご清聴遊ばされる姿に一度は東宮にでもというお気持ちがおありになりましたが、駒宇殿葬任などの言葉をお考え合わせになって、位のない親王よりはと一世の源氏にして差し上げることになりました。帝は源氏の君の笑わ姿を成人の姿に変えるのを辛く大思いになるのですが、源氏の君を12歳で元服させることになりました。ここは左大臣の屋敷、神殿造りの中心となる奈殿という建物の南側にある庇と呼ばれる部屋でございます。今日は宮中では清涼殿で光君の成人式が執り行われることになっております。葵の上が女房四人を従えて出てまいりました。光君に冠を加える役は桐壺の帝のたっての願いで、左の大井殿、すなわち左大臣がお務めになることになりました。このことは左大臣の娘の葵の上と光君との結婚を意味することとなります。そこで光君を婿としてお迎えするために、数え年で16歳におなりになった葵の上の成人式が左大臣の屋敷で執り行われることになったのでございます。葵の上は成人式の晴れの日の装束として、黄色の長袴と同じく黄色の一重をつけた上に、巣王の匂いと呼ばれる色目の五つ絹、紫の内絹、そして山吹色の上着を重ねています。
葵の上の藻を結び止めておいでになるのは母宮でいらっしゃいます。葵の上の母は皇族出身ですので、めったなことでは着ることができない金色の白い織物の内着を着ています。金色とは禁じられた色と書きますが、色以外にも織物の種類や文様にもわたる決まりごとで、天皇の許しのもとに身につけることができるものだったのです。平安時代の女性の成人式では、成人する女性は初めて藻というものを身につけます。そこで藻を着るということから、女性の成人式を模擬の儀と言いました。葵の上は藻と唐絹をつけました。
この姿を十二人絵と呼んでいますが、平安時代には唐衣もまたは女房の装束と呼ばれていました。おわします天の東のひさし、東向きに石立てて、神座の御座、引き入れの大井殿の御座、御前にあり。大蔵経、串揚げ津港を祭る。
脳死、側体を着た天上人が三人。一人は光君の冠を柳の木で作った箱に乗せ、もう一人は乱れ箱の中に櫛、公害、小刀という理髪の道具と櫛棚鯉という絹の手ぬぐいを乗せて二階棚の上に置きます。そしてもう一人は光君の装束を下侍の間に置きます。この二人の天上人は光君の装束を子供の装束から大人の装束に変える役で、晴れの日にふさわしく脳死の裾から内気を見せている居出し絹の姿です。光君に冠を加える左大臣と、光君の髪の元取りを取る大蔵京都が座におつきになりました。
光君は数えの12歳におなりになりました。すでに7歳の頃、光君の行く末の幸せをお考え遊ばした父帝のご配慮によって、臣下の身分である一世の源氏となっておいででございます。今日は王子としてではなく、源氏のご身分で元服の日をお迎えになりました。髪を左右に分けた子供の髪型みずらを赤色のはさ型と紫の尾で結んで下げみずらにしています。そして子供の服として身ごろの両脇を縫い閉じない結滴の束帯をつけ、扇はこれも子供用として花の飾りのついた横目の扇を右の手に持ち、足には絹糸を編んで作った死骸を履いています。大蔵卿は光君のみずらを左から解き、右のみずらも解いて、おぐしを櫛で整えます。そして小刀でおぐしの先を切ると、こもっといという細い紐を用いて光君の頭の上に元取りを作ります。
左大臣は今光君に冠を加えました。これを加冠と言い、平安時代の男の子の成人式です。元取りを取り、冠を加えて、大人になった光君が、装束を子供のものから大人のものへと改めるために、下侍の前とおいでになります。大人になったばかりの光君は、この時まだ何の位も持っていませんでしたので、位のない人々が着る黄色の上着を身につけます。ただその形は子供の上着とは異なり、両脇を縫い閉じた縫い液の方へと変わるのです。平尾で太刀をつけた光君は扇も大人の非扇に持ち替え、履物も他の靴に変えて、そのお姿で光君は長橋から清涼殿の東の庭へおります。
庭にお立ちになった光君は今日の晴れの儀式をお挙げくださった。そして父君でもおいで遊ばす帝に向けて感謝のお志を示すために拝舞という舞をなさるのです。
このハイムという作法は帝もなさることがあり、その時は今ご覧になった進化の場合とは逆に、右の袖、左の袖、右の袖の順序でお袖をお振り遊ばすものでした。大臣の左の肩には白い内木が天皇から本日のご褒美として授けられました。この白い内木は寸法が大きいので白の大内木とも言われ、いただいてから何色にも染められ、また誰にでも着られる寸法直しができる便利ないただきものでした。果敢の儀も滞りなく終わって、帝の御心は光る君のご結婚の儀へと向かっておいで遊ばすようでございます。いときなき初元ゆいに長き世を、
ちぎる心は結び込めつや」と左大臣に向けて光る君と葵の上とのことに念を押す近江歌を読み遊ばしたのでございます。それに応えて左大臣も御歌をお返し申し上げなさるのでございました。結びつる心も深き元ゆいに古き紫の色し汗ずば。